おはよう。おはようございます。朝浦です。寒いかな今日。いや、もっと早く起きてたんだ俺、うん、ほら今さ、ちょうどこの時期が時期だからさ、震災関連のさ、番組は NHK ずっとやってんじゃん。それをこうぼーっと見ててさ、うん、シリーズもんになってるから、うん、あれは見てるな。おはよう。9倍なの？ファミマのクリスピー。なんで？売れすぎて？りょうさん、何時間寝た？俺を昨日の枠切ったのに何時だっけ？いや、うまいよ、だけど。うん。みっちゃんおはよう。キセルもおはよう、ワコツ。あ、売れ、在庫切れになったんだ。まあ、そりゃそうだよな。俺あんまりさ、新商品ハマらない俺が、ビクタンビオルも買ってたからな。で、俺ね、どっちかっつったらね、辛いの苦手なんだけど、ハバレの、方が好き。うん。うん。俺はね。いや、めっちゃだってホットケースあんじゃん、ファミマの。あれ、山ほど揚げてんの入ってるぜ。うん、だからよ、多分コンビニバイト君はよ、ずっとよ、なんかフライヤーの前でよ、張り付きなんじゃねえの。俺、あんちゃんに聞いた、これそこでフライヤーで揚げてんだろつって言ったら、はい、つって、大変だよ、おめえよって、売れるのは売れるんでいいけどよ、つって。で、忙しいっす、とかって言ってたよ。だって、売れちゃうんだもんよ。どんどん補充しなきゃダメだよ、おめえ。いや、そんなに、あのね、意外とね、コンビニってね、マージンもほら、本部に取られるし、コンビニオーナー自体は、そんなには儲かんねえんだね、あれ、ヒデさん。いや、俺の影響関係ない。俺はたださ、発売日に買って食ったらうまかったから、これファミチキよりうめえなって思って。うん。なんかこう、でさ、最近さ、バンズだけ売ってねえか。バンズ。パンだけ売ってんべ。で、あれ、自分でオリジナルでファミチキ入れたりよ。なんだっけ、タルチキ入れたりしてよ。だろ？あれで食ってるやつとかいるもんな。コンビニ前で。うん。そう。やってるわ。うん。若い子なんか、中学生ぐらいのが、なんか、パンとあれ買って、しゃがんで食ってるよ。コンビニ前で。もう、やっぱね、若者はね、ああいうの早いな。うん。だから、タルチキなんかがちょうどいいんじゃねえの。いや、安いよ、だから。だから、マックのハンバーガーを買うよりは、全然安いやんべ。うん。音割れしてるから直してくれ。あ、よ。じゃあ、ちょっと絞っか。いやいやいや、音はほら、だって、やっぱ、
耳障り悪いとあれだろ、だ割れてるって言われりゃ、普通に素直に、俺結構音には、言われりゃ直すよ。すぐ。だって、聞いてられねえべや。もう手間初見ですとかいいからもう。あのね、お前星三つついて、な、初見とか言ってんじゃねえからな、ほんと。初耳ですでいいよ、もうだからそういうの。遊ぶな。火でもうるさいよ、おめえ横見ろっつんだよ。三つついてんべや。海鮮丼ありがとう。いやー、そう。じゃあ生産っていうか、本部の方っていうか、何オリジナル商品だろ、あれは。だからファミリーマートはファミリーマートの。だから、どこの工場で作ってんのか知らねえけど、いや、まあ、冷凍した状態で届くんだろうけどな。各店舗に。で、それで各店舗であげるんだろうけどよ。だからもうそれが底ついたってことか。だよな。あ、外国で作ってんの、あれ。あ、そう。タイ人やるな。タイで作ってんのか。タイ人も食ってんのかな。今ちゃん生きてるよ。充電してるから。生きてるよ。いや、しかし思うよ。なんだろう。もうそろそろ、あれだな、このヒーターいらねえな。俺よ、なるったけよ、低温やけどしねえようによ、してんだけどよ。地味にこれ、じわじわ来るな。いや、もうよ、年寄りになるとよ、乾燥すんべ、肌が。俳句なんだよ。長丸いらっしゃい。もう桜が来るんだよ。お前。梅は咲いてるけどな。桜が来るで。だけどよ、今年花見できねえだろ。いやいや、海鮮ちゃんよ。あれよ、俺ね、なんで女子はよ、ベタベタが好きなのかね。男はね、あれダメだで。なんか、ベタベタすんの。あ、いいや、仲間ら。俺も言い過ぎてっからよ。女子はこう、しっとりとかさ、ぬるぬるとか、ベトベトとかよ。あれ好きだよな。男はあんまり好きじゃねえと思うぜ。いや、もう街はもうダメよ。もうストッパー、タガ外れてるぜ。もう俺はもうほぼほぼ無理だと思ってるよ。だから、俺ね、ピックは無理だと思う。ピック、パラは。チャンマンだけが生きるよ。バカ言ってんじゃない。俺だって必死こいて、めしがみついて生きてんだから、つるさがって首の皮一枚ぐらいで繋がってんだからよ。ワクチンはだから5月ぐらいから5月、6月ぐらいじゃないの？今は医療従事者と、あとは、なんだ、高齢者だろ？ぐっちゃん？ぐっちゃん出てこなくなっちゃったよ。今度 LINE してみるわ。言い過ぎてごめんねって。
でも今井ちゃんよ、俺よ、ワクチンいつ支給されるんだっけとか言ってるけど、俺うちに行かないよ。うん。俺はね。みんな行く？ワクチン。一般にも、なあ。いや、別にやばいとかじゃないけど、別に打たなくてもいいだろうと思ってんだよ。金返してもらったら縁切りますからって、出口君、昨夜コメントしてたぞ。なあ、てまあ、どうも、それはそれしょうがねえよ。うん。なあ。山田が泣いてたぞ。そう。なんでよ。誰が泣かしたんだよ。おめえらまたね、いじめたんだろ。おい、プリズナーいらっしゃい。ダメだよ、おめえ。配信中ずっと泣いてた？しょうがねえな。これが激しいからよ、これがよ。これがよ。うん、無観客とまではまだ言ってない。ただ、外国からの観客を、は入れないっていうのはもう、ほぼほぼ決まりみたいよ。うん。日本人は、要するに入れるんじゃねえの。うん。いや、そらそうなんだよ。うん。それは日本の意向じゃないからね。JOC、あ、IOC か。IOC のあの、なんだろう、意向が、と、あとアメリカでしょ、結局は。放映権でしょ。佐野ちゃん、昨日は言い過ぎてたよ。酔ってたからだろうけど。で、いいんだよ、もう。だいたい山田ももう慣れてんだから。どうせ俺山田にガンって言ったんだろう。うん、翌日ならお互いケロッとしてっから。うん。悪いな、昨日よ、つって言うと。いいよって言うから、あいつも。俺は酔っ払い、向こうはお薬ちゃんだからな。うん、あ、そうだ、お薬を思い出した。俺よ、ポポちゃん今起きてるかどうかわかんないけど、ポポちゃんがよ、俺にくれたよ。あの、花粉のよ、薬あんじゃん。昨日飲んだんだよ。一錠。全然平気だった。思い返せば。マジで。がっつり効くな、あれ。あれと同じの、今度俺買っとこう。いや、俺昨日よ、一錠よ、出かける前に飲んだんだよ。全然平気だった。エレキ板はどこに貼るんだよ。花粉症の薬、うん、ポポちゃんにもらってたんだよ、2錠。だよ、俺ってほらさ、普段さ、俺これは分かるんだよ、聞くのは分かるよ。なんでかって言うと、俺は薬飲まねえ人間じゃねえかよ。たまに飲むと、強烈に効いちゃうんだよ。なんか年中いろんな薬とかばっかり飲んでるやつと違って、一切俺そういうの飲まねえから。うん。そうそう。俺強烈に効いちゃう。眠く、全然眠くなんねえ。ただ、酒の回りが早かった。我慢っていうか、
体がだってさ、花粉が飛んでくればさ、反応してるわけじゃん。だからそれまあ正常なんだよ。だろ？考えてみりゃ。あ、もうロキソニンとか俺持ってないよ。うなさんって優しい。いや、俺優しくねえんだって。ダメ人間だからよ。うん。でよ、もう、言い過ぎちゃうからよ。で、後でよ、ああ、俺言い過ぎたなと思ってよ。で、そうやって、なんか、わーってなるんだったら言わなきゃいいのにな。ダメなんだよ。なかなかね、人間、そうそう変われるもんじゃねえんだけどさ。ただ、なんか悪いなと思ったらさ、やっぱ、素直に、頭下げねえとね。うん。頑固に、突っ張ってもしょうがねえし。案ずるな。俺ね、どっちかって言ったらね、鼻よりも目なんだよ。花粉で。うん。鼻もそうなんだけど、目だな、俺。俺の場合は強烈なのは。だから目、昨日涙目になんなかったの、ずっと。一日中。思い返せば。もう全然平気だったじゃん、俺。みたいな。だるさはないね。うん。そう、もう全部涙目で目かゆくてかゆくてしょうがねえんだよ。うん。聞くんだったら、でも、だからといってよ、いや、目薬なんか意味ねえって、あんなの。うん。あのよ、聞くからって言ってよ、年中飲んでると今度効かなくなる可能性があるじゃんかよ。俺のがね、俺がもらったのがね、これなんつうんだっけな。アレルビっていう錠剤。うん。参加音いらっしゃい。おはよう。いや、その人によって、聞くか聞かないかわかんないよ、うん。とにかく俺には圧倒的に効いたな。うん。うぅ。そうだよ。だから、さっき言った通り、だから俺昨日酒の回りが早かったんだな。いつもよりなんか酒酔っ払うの早いな、みたいな。飲んでたからだ。えいちゃん、いらっしゃい、おはよう。うん。ま、ネットで調べればすぐ出てくると思うよ。うん。俺には聞いたね。だから俺みたいな人間だから聞いたのかもしれないよ。いろんな薬あんまり俺飲まないから。うん。まあ、酒はだってよ、お前よ。なあ。俺は常に飲んでる方だから、別にそれはどうでもいいんだけどさ。うん。いよいよ、何の気なしに昨日飲んだんだよな。出かける前に。本当にこれ効くのかなと思って。俺あんまり信用してねえからさ、薬が効くとかっていうの。うん。肝臓は大丈夫なのかな？俺？うん。肝臓より俺ね、多分腎臓とかね、そっちじゃね、むくんだりするから。でもね、昨日も一切むくまなかったしな。うん。俺いつもね、むくみはどこで見るかって言ったら、アキレス腱で見るの。アキレス腱がこう、えぐれてる時は、むくんでねえなって思う。うん。
だってこ上半身とかむくまないから全然。やっぱ足だよな。むくみが一番出やすいのはな。お酒を飲まないと右手が震えるって。だって香川くんさ、俺が酒飲んでないシラフの時見たことがないから、俺香川の店に行く前も家で飲んでから行ってたからね。だから見たことがないんだよ。だからそれネタだからね。うん。リーム、シラフの俺を見たことがないんだから。ゆりかちゃん、わかる？ネタ書いて、だってそうじゃねえか。だって俺、だって朝から飲んで起きてよ、飲んでてよ。んで、午後からこの香川の店行ってんだもん。もうすでに酒入っちゃってんだから、おめえ。うん。で、切れ目がどこだかわかんねえんだから、俺だってよ。朝起きて二日酔いだったらガーって飲んじゃうんだからよ。おってもう一杯飲んだからもう元気になっちゃうんだよ。ガーって感じで。頭痛いのなんかすっ飛んじゃうよ、おめえ。頭痛薬よりおめえ、酒の方が効いちゃうんだから。ああ、あれは別にあの時シラフじゃないんだよ、体育座りの時も。うん。別段。うん。先生、俺がね、コーヒーね、あのエスプレッソとか入れて飲んでる時ぐらいかな。うん。右のやつ、何右って。どっちから見て右だよ、おめえ。そうそう、あの時ね、俺カメラ消したと思ってたんだけどね。まあ、日常的には俺 NHK こうやってずっと見てんの、こうやって。で、国会中継とか今やってんだろ？質疑応答とかやってんだろ？で、こうそういうの聞いてんだよ。うん。あ、俺のところはね、あの、あれ、ドルチェグストっていうあのガチャってやって、チップがあるだろ、こういうのは。ガーって出すやつ。うん。あ、へー出ちゃった。姿勢っていうか、まあ、こうやって、テレビがほら、でかいから、うん。距離取って見てるからよ。うん。近いと全部で画面見えねえじゃん。ああ、うるせえな。猫背か。どうなんかね。猫背ね。あれじゃない？あの、やっぱり、体型じゃない？痩せてるやつであんまり猫背のやつっていないじゃん。そういやよ、春から 5G のよ、あれになるんだろ？すげえスピード速いのかな、5G。な。
朝俺起きるの早いよ。うん。な、やっぱな。今よ。だからこれ薬がもう効いてんのが切れてきたんだよ。やっぱ涙目になるよ。目は。昨日一切なかったもんな。一日中。うん。マジで。やっぱすげえわ。薬って、俺今までバカにしてたけど、効くんだな。うん。電波の広さが問題？あ、そう。ちょっとおかわり取ってくるわ。あと、ちょっと待って、チンポジ直していい？よいしょ。チンポジ直したから。